まあ、あとは今日は鳥栖のサポーターの熱気というのも非常に伝わります。なんといっても鳥栖としてはホームでの開幕戦、今日は少し肌寒さも感じて、そして、まあ、風も、まあ、極端に強くはないんですがある程度吹いているという状況でキックオフを迎えます。2021明治安田生命 J1 リーグ第2節のサガン鳥栖対浦和レッズです。ワールドが抜けた時ってのは昨シーズンちょっと厳しかったなって感じしますよね。それだけやっぱ彼がいなかったのは、あと山下とフィニッシュまで行ったんですが、山下枠には行かず、ここに上がった選手というのはなんかモチベーションまた一味違うものがありそうですよね。そうですね。樋口のシュート、鮮やかでしたがわずかに外れた。樋口からのボール、遠いサイド、山下も飛び込んできましたが小山強、もう一度コーナーです。伊藤敦子も行きましたが、さあここ林小山に通った、折り返す林、好セーブ西川、林も見事なシュートでしたがそれを上回った。トスボールです。中野、ホンダエリアの中に入ってきた、ホンダシュート、その後押し込んだ山下、渾身のガッツポーズ、モンドリ打って流れ込んで山下です。今シーズン鳥栖の新戦力山下、足を動かしていた、いわばこのホンダを途中で入れて監督が狙っていたところをしっかりこう彼が表現し、さあ山中、ゆるきうまくターンした、ゆるき折り返す、こぼれ杉本、杉本の得、シュートはエドアルド、こうどういう戦いをするんだという目安と、あとほら抜けてくるか、折り返して山下、2点目山下です。1点目よりかは若干空ではありますが、それでも喜びを全身で表現する山下、サイドに流し込むってところのうまさは出したと思いますし、はい、まあ、1点取れたってことであそこの辺が冷静にゴールまでっていうイメージできたと思いますし、いいのが前に送る、ここで試合終了の笛です。サガン鳥栖が2対0浦和レッズから勝利、6年ぶりの開幕から連勝マークとなりましたサガン鳥栖です。